カメラとかレンズって高いですよね。でも欲しい気持ちはわかります。こんにちは、ジマです。あのね、テーマとしてはカメラの分割払いについてでございます。ここ最近ですね、変に増えてるというか、ちょっと危ない傾向やなと思うんですけど、分割払いについてどう思いますかっていうコメントが多いんですね。意見をいただこうと。で、その時に、まあ、聞いていると反応として、私は自己判断で、自己責任でちゃんと、まあ、奨学金とかもあるでしょうし、まあ、ローンもあるでしょうし、いろんなその負債を抱えた上でカメラとかレンズを分割払いで、さらに分割の毎月の、負担を乗せても大丈夫かっていうのをちゃんと支出のね、キャッシュフローを見て判断してくださいねとお伝えすると、そんな真面目な答え欲してない、私は借金してでも背中押して欲しかった、ジマさんなんか残念みたいな、ご家族がどっか行きたいって言うたら、いや今月支払いがさ、ローンとかリボでさみたいな話になるとかわいそうですやんっていうところを考えた上でお伝えしてるんですけどね。まあそういったところもありますので、これはちょっと傾向としてカメラレンズ好きの人に対して危ない、まあその、流れが出てきてるなっていうところをあえてこの動画でお伝えしておこうと思います。今回もジマチューブ行ってみましょう。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。今回のテーマはですね、大きく言うとカメラレンズを分割払いすることに対しての私の考えです。で、セクションとしては、払い終わるまでは借金ですよっていう大きな括りと、2つ目が、私も分割を利用しております、というかもうほぼ購入は分割をしております。じゃあ分割のことあんた否定すんなやなんですけど、私は、払い切れる範囲で、かつ、手数料がそのカメラ会社とかの手数料分割ゼロとかの特定の、金融機関とか、まあそういったですところを通さずに自分の範疇内での分割にしているっていうところと、3つ目が、あれスライド映ってもらった、3つ目が、特例的な場合の話っていうのは、最近カメラとかレンズが欲しくても買われんとか、買っても半年待ちとか、買おうと思ったら再販してくれへんとかね、受注受けてくれへんみたいな状況があるんで、ちょっと特殊的なパターンもあるなってちょっと思うところがあるんで、借金ですよ、分割利用私は使って購入してます、特例的な話、この3つのセクションから話していきます。で、お金って、まあ、言い方あれですけど命ですやん。いや、お金は命で、命はお金で買えへんよって話なんですけど、まあまあそれは合ってるようで実は合ってなかったりもしてて、資本主義の社会の中で私たち生きている中で、まあ、命つまり、まあ時間、健康、まあ、生きていける、何十年か分からへんけどね、その人にもう何て言うの、定めとして預かった命というものを、まあ命をどうにか時間という形でね、換金して労働して増やしていくのがお金じゃないですか。なのでお金って、まあ命、まあ、つまり時間だと私は思ってるんですけど、そういった、換金する形でね、お金というものに命を換金して、時間を換金して、幸せを買う、幸せを得るということが可能な通貨だと私は思ってるんですね。まあ紙切れやって皆さんね、ベテラン、人生のベテランさんたちはみんな言うんやけど、まあそうですよね。交換するチケットですよね。自分の命、労働で得た対価と、幸せになりたい、何か欲するものが欲しい、もっと言うと自分が、なりたくない、なので怪我したくないとか、何かあった時のための保険みたいな形でお金を使ったりとかね、そういった安心安全を買うための不快を取り除くためのチケットとしてお金はあると私は思ってるんですけども、カメラ、時計、車、バイク、キャンプも結構高いかな、もっと高いやつある、あ、ゴルフとかも高いんかな、比較的高額なアイテムたちってあるじゃないですか。カメラその中に入っちゃってるんやけどもね、っていうところで、感覚ですよ。今日の晩ご飯3万円やってん、一人でって言われると何食うたんと思いません？3万円って何？なんかもうごっついテーブルはあふれるぐらいの海鮮の料理食べたんとか、めちゃくちゃ高級なお肉食べたんみたいな、なんかもうなんちゃら A ランク、なんかトリプル A、 なんかようわからへん、なんかすごいお肉食べたんみたいな、3万円で晩ご飯一人で贅沢したな、あ、お酒で何万円いったかいったんちゃうみたいなね、話だと思うんですけど、カメラとかレンズになると3万円で今純正の新品とかやったら買われへん
ですよね。お金足らんと。で、5万とか10万のレンズが比較的安いみたいなね。まあ5万円のレンズでも安いよねみたいな。なのでこういった薄型単焦点3万4万のレンズやったら、もうそんな他の高い40万とかのレンズの消費税で買えるやんぐらいの感覚になってくると、ちょっと危ないじゃないですか。金銭、日常生活を行っていく上で3万円って高額ですよね。いろんなもの買えるんでね。でもレンズとかになってくると3万円は安く感じてしまうという、まあ、金銭感覚のバグがあるんですけども、まあ今はですね、まさにこの前に並んでるカメラたちもそうですけど、ミラーレスになると10万円下回るってなかなか難しくないですか。一眼レフ時代って、私こんなん3万とか5万とかでレンズキットでもね10万しなかったですよ。7万8万とかかな、10万握りしめて購入したっていうのが、まあ、DX フォーマット APS-C の一眼レフのカメラだったと思うんですけども、今 APS-C の DX フォーマットのミラーレス一眼って EVF レスの Z30 でもボディ単体でまあ10万前後ぐらいで、レンズキットになると13万とかになってきて、 ZF とか ZFC とかになってくると13万から15万ぐらいに、まあ、なってくるんですよね、レンズ入れると。それが入り口、いや入り口のハードル10万ちょっとって高ないっていうところがあるんですけども、もう金銭感覚がずれてなければですよ、いやカメラとかに10万出すのって、スマホ新しいやつ15万 iPhone で買った方が良くないってのが普通の考えだと思うんです。でもカメラとかレンズに慣れていると、いや10万10万安いみたいな感じになっちゃうというところがありますので、これがねちょっと怖いんですよね。しかもカメラとかレンズって揃え出すと増えていくんですよね。で、もっと言っちゃうとレンズ沼みたいな形でね、レンズもバンバン増えていくというところがありますよね。もうここにコロコロ転がってるだけでもね、ゴン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 、なんかちっこい同じような似たようなレンズがね量産ありますけども、ちょっともうね持つのも怖なってきましたけども、ゴロゴロ転がっておりますわ。もう普通にボンって直置きしてるような感じでね置いている、気軽なレンズでもポンと置いているという形なんですが、こういった形でレンズが増えていくんですよね。ただそのレンズとかカメラを揃えることも大事なんですが、やっぱり価値はあると思ってるんです。私自身確かに高い買い物やし、どん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 増えていってね怖いものではあるんですけど、その分ちゃんと撮影とかに使ったりとか、所有欲を満たすという自分の人生のねその充実感、幸福度を上げる上ではすごくいいアイテムだと思ってます。あの普通に使ってたら備え壊れんし、食べ物みたいに傷まへんというか腐らへんもんなんで、まあカビとかはあるかもしれないけど、ちゃんとね管理してれば大丈夫で、もっと言っちゃうと打ったら半値ぐらいにはなるっていうのはざっくりの見込み、3年5年ぐらいであれば、まあ唯一ライカとかであれば値上がりする、あ富士フイルムの X100V やったかな、あのコンパクトデジタルカメラ、あれ今値上がりするらしいっすね。あのめちゃくちゃ海外の方が求められてて、コンデジのね富士フイルムのやつですけど、ああいったちょっと特例的に需要がバグってるようであれやけど、需要がすごく強い大きいものに関しては、まあ、投資っていう風に見れるんですけど、大体のカメラって購入時期からデジタルカメラってまさにこう下がっていくじゃないですか。バリューがねどん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 価値が下がっていく、売った時の価格が購入した金額より下がる、まあその時点でもう負債やと私は思ってるんですね。あの資産とかになるのって購入した金額より上がっていくものなので、まあライカ X100V みたいなカメラぐらいしかないんじゃないのかなっていうふうに思ってるんです。で考えていくと、カメラとかレンズってやっぱり買うことそのものが人生のキャッシュフローを考えた時にどないなんてのが普通の判断なんですよ。でもそこにはやはりカメラとかレンズを通じて楽しんでいる人生経験があるので、私自身にたくさん買っちゃってるんですけど、冷静に考えるとカメラとか、まあムービーっていうものは、そうですね、スチルムービーはスマホでもええよねっていう時代に来ているというところなんですね。ただ80万のレンズでも撮影体験とか撮った写真を自分で見た時に買ってよかったって思える人は多いのは事実やし、多いからこそ40万のレンズも出てくるし、それこそ80万のレンズもボンボン 2,3 種類出てくるし、120万とか160万200万のレンズが出てきても普通に買える人は買うんですよね。なので高単価戦略の一番上のアッパーを200とか300とか400にしたとしても、買える人は買うんですよね。それがまあ個人であろうが法人であろうが、買う人は買うというところにありますので、その、まあ、金銭感覚って人それぞれ
なんですよね。なのでその金銭的な問題と、まあ、体験ベースでの価値っていうところを考えた時に、借金はせんとこほんまはですよ、インフルエンサー枠というかインフルエンサー側としてメーカー様にそのスリスリしたくてね、なんていうんですか、その5万をすりたい場合は、まあ実質無料であったりとか、分割で何回までやったら手数料無料、毎月これぐらいの金額やったら払えますよねとか、これ以上の金額の価値を得たらいいじゃないですかって進めるのが、まあ配信者のまあよくあるパターンだとは思うんですけども、私はそこを、保証できないので、もちろんその実質ね、購入されて購入した金額よりも価値ある体験を得る方も多くいらっしゃいます。でもそれってその人の頑張り次第というか、合う合わへんがあるじゃないですか。で、私は配信する側中、この情報の中で視聴者様のその状況とか趣味嗜好であったりとか、まあ、ライフスタイルであったり健康状態であったりとか、撮影にどれぐらいの時間を投下できるのかっていうのは、まあ、把握できないんですよね。まあ、それを把握するために密なコミュニケーションでオンラインサロンなんかで月額3000とか5000取って、まあ、個別相談質問みたいな形で、まあ、マネタイズしていくっていうのが本来の流れだと、インフルエンサーの流れだとは思うんですけど、私はその流れには乗りたくはないですし、実際その実質無料とかね、分割何回までであれば払えますよねみたいなことは、なんかほぼ詐欺師がやってることと一緒に聞こえてくるので、てか私がそれをやりだすと、いよいよジマさん本気出してったなってなってくるじゃないですか。本気って何そんなんも本気も何もないんやけど、人生損してほしないんでね、私の話を聞いた人が人生損した、ジマさんの話聞いて人生損したなんて言われてないじゃないですか。なので、金銭的な人生の足かせをつけるんはやめよ。私は人生について足かせがついています。奨学金。まだ払わなあかんのですよ、私。奨学金。まあでもね、奨学金受けて、まあ学校行ったから、まあ書類選考とかを含めてですよ。まあ通過できたところはあるかもしれへん。もっと言っちゃうと、奨学金という名の、まあ、聞こえのいい借金で、学校の名前、まあ、卒業という名前をこうた、履歴書に書ける名前をこうたって考えると、まあ400万とか500万とかの買い物っていうのは、まあ、間違ってはなかったんかもしれへんとは思うんですけど、未だにその借金じわじわ毎月2、3万くるんですよね。しんどいっすよ、やっぱり。20年、30年、2、3万払い続けるって、金利ね、それはその辺の消費者金融に比べたら、低いとは言われても、元本よりかは絶対上がってるからね。もう圧倒的に何十万単位、100万近くの単位で上がってるから、元本よりかは。まあその代わり、その当時、決済能力とか返済能力、決済能力どっちやろう。まあ自分の中に財布に持ってない入学とか、4年間とかのね、学費を、お金持ってない18ぐらいの私に貸してくれるっていうので、まあ金利取っていくっていうのは、まあ、あれユダヤの教えやったっけ、なんかそのアインシュタインちゃんは何やったっけ、ちょっと教養が弱い、あの人生の一番の発明が金利であるというね発言がありますけども、そういった怖い話を私は皆さんにしてほしくない。身をもって奨学金のしんどさ分かってるし、なのでそこにカメラとかレンズの2万とか4万もう人生ね、ほぼほぼリタイアしていて、もう余剰資金があるとか退職金がいっぱいあるとかであれば全然いいと思うんですけど、まあ同い年ぐらいのね、10、20、30、40ぐらいの一番健康も家族のことも、ライフスタイルの変化も考えた時に、いつどこで何のお金がいるかも分からへん、なんぼあっても不安でしゃあないっていう状況の時に、カメラレンズに、冷めた話ですけど、お金はそんなに出さん方がいい、ほんまに元取れる自信がある限り、ない限りは手の届く範囲で楽しもうってのはお伝えしてます。じゃないと人の人生棒に振るというか、人の人生壊したくないんでね。まあ大げさかもしれんけど、可能性としてゼロじゃないですか。なんて言うんですか、じゃあ私が分割やったら買えると思うから買った方がええよ。300万のやつ一括でボーンって買っちゃいました。一括、分割で買っちゃいました。1年2年ぐらいかけて払っていきます。やめとこうよいくら今ニコンさんとかがカメラメーカー屋さんがなんていうの
何十回払いまで金利無料とかでも、なんか特定の金融機関通さなあかんって、特定の金融機関を通さなあかんっていう時は、特定の金融機関はそれをしてでも顧客の名簿リストが欲しいんですよね。じゃないとメリットないから。なんでかっていうと、その顧客名簿を受け取った後に何かしらの利益を私らがその金利でゼロで払わせてもらってる以上の価値を得てるはずなんですよ。ビジネスってそういうもんやから。もしくはニコンさんとかから、ジャパネットのなんていうの、ジャパネットが負担しますみたいな、まあ負担してでも買ってほしいかもしれんとか、まあいろんなビジネスモデルはあると思うんですけど、私はそこにね2万円3万円でも毎月の負担っていうのは乗せてほしくないなってのはあります。なのでインフルエンサー枠側としては、その売る方にね、みんながなんか頭おかしくなってしもうて、10万30万安い安い買う50万買うみたいなね、なんか今ホスト狂いみたいなね言葉があったりして、テレビ見ててもうわなんか怖い世の中やなっていうか、まあみんなそのなんやろね、人の財布からお金取るのに必死になってるっていうのが、まあどのビジネスでもあるっていう状態が見えてるし、それがまあ昔からあった話ではあって、でもただそれは目立ってなかった。ただここ最近はそれがだいぶオープンになってきた、まあオープンに取り上げる環境が整ったっていうのもあると思うんですよ。 SNS とか含めてね、っていうのはあるとは思うんですけど、なんかすさんどるなというか怖いなっていうのがあって、これを私自身もそっち側に加担は可能な限りしたくないなってのは思っておりますので、しっかりカメラとかレンズははっきり言います。高いし割に合わんことがほぼほぼだって、買った時より値段下がるから時計とかやったらね、ロレックスとかやったら上がる。で車とかは分からん、まあまあまあでもほぼほぼ下がりますよね。まあ5年10年乗ってたらね。でも時計とか、まあ、カメラの中でもライカとかやったら5年10年経つとちょっとまあトントンか上がってたりしますよね。っていうところがあるので、まあそういった上がるもんであればね、使いながら価値上げていってもらったらええんで、買ってもらったらいいと思うんですけど、まあまあ正直三方よしを目指しておりますので、メーカーさんだけ喜ぶじゃないですか。私が買った方がええよって言っても喜ぶのメーカーさんでしょ。私別に喜ばんのですよ。買った方がええよ、ジマさんに言われて買いました、そうですか、よかったやんって言いますよ。もちろんいいと思ってるから。でもそれは私が伝えた情報がその方に届いて購入の判断に役立ったから嬉しいっていうだけで、何か対価を得てるかっていうと、メーカーさんから 10% とか 30% とかでも、もらってるわけではないんですよ。ただジマさんが勝手になんか YouTube で一生懸命時間作って台本作って必死こいて喋って編集して動画投稿して、何本も1日1週3本4本動画投稿して、なんか宣伝してくれて、タダで宣伝してくれて、でなんか売り上げ何十万か経ったわって喜ぶのメーカーだけでしょ。そんなん嫌やん、なんでなんって話がありますし、で購入した消費者様は財布から出ていくし、お金がねっていうところがあって、やはりその購入者様はお財布からお金が出ていく分、やはり購入してよかったなって満足感を得たいし、得てもらいたいし、私自身もなんていうの、そのなんやろ、もうみんなが良くなろうよ、なので誰か一人勝ちはやめとこねっていう風に目指しているので、分割払いというものに関してはまあ否定的というか、警戒心を持っております。これはね、もう聞こえのええ奨学金というものを、当時の私は何も分からず、奨学金ってみんな借りて学校行くもんなんや、まあ頭いい子は奨学金金利ゼロとか、頭いい子は奨学金ないところとか、あとは単純に国立とかね行ってお金かけずに、まあ大学出るんかなって感じの、何も考えてない当時の私をピンとしてですわ、ほんまに。あんたが今反抗しよう、それなんか分かってんのか、400万500万30年かけて払いますっていう借金のあれやぞってべしってめっちゃビンタしますわ。今の私だと絶対そんなんでお金出してまで学校行くなって私は言います。絶対言う。しんどいもん、ほんまにしんどいもん、奨学金ってほんまにしんどいもん、何回も言う、奨学金ってめっちゃしんどい。奨学金のせいでって言っちゃったね。奨学金のせいで得れた未来もあるけど、奨学金のせいで、欲しいものが買えなくて歯食いしばった時期も何回もあるからねっていうところがあるんで、それをカメラで嫌な思いはしてほしくないっていうのが、まあ一つ目、払い終わるまでは借金ですよっていう強い言い方をしておこうと。この動画見てくださってます皆さん、このチャンネル見てくださってる方、特に今この段階まで話聞いてくださってる方はほんまにありがとうございます。多くの視聴者様は私の動画に、まあ、情報とか、取り方のコツとかハウツーとか、なんか役立つことないかなと。ただこのカメラとかレンズに対してお金出す出さへんは
私の考えやし、そんなん自分で決めるからもうこの動画見いひんってなるのが多くの方なんですけども、この動画をここまで見てくださっている方は本当にありがとうございます。いつも私の動画見ていただいてありがとうございます。そういう方しかもうここまで絶対視聴維持率残ってくれてはらへんと思うので、もう今見てくださってるあなたにお届けします。いつも動画見てくださって本当にありがとうございます。こういった話でも聞いてくれる方は本当に大好きです。ほんまに私の話を聞いてくださってる方なんで、ほんまにありがとうございます。ただ情報屋みたいな形でメーカーの最新情報を投げてるだけのただのメディアではなくて、私のこの血肉通った思いっていうものを聞いてくださって本当にありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そこなんですけど、まあね、チャンネル登録10万人目指しますというところがありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあ2つ目いきましょう。私も分割絶対毎回使います。嘘、今20分ぐらいかけて分割は借金やでみたいなこと言うてたやん。もう手のひら返しひどいなっていうところがあるんですけど、矛盾しとるやんっていうね話なんですが、カメラとかレンズを、まあ、ここ数ヶ月で100万てかもういろいろまた追加でキャッシュバックキャンペーンを含めて2、30万買っちゃったから150万ぐらい使っちゃってるんですよ。ここ数ヶ月でね、4ヶ月で150万か使っちゃってるんですけど、全部一括ではなくてカードの2回払いにしてます。でカードの2回払いで、まあ、そのカード会社さんとかによるんですけど、基本もうカード会社側で2回分割までは0円っていう形です。なのでニコンさんが用意しているとかカメラの量販店さんが用意しているような分割払いではなくて、クレジットカード会社側の分割払いの2回で手数料0でキャッシュフローを調整しております。一括でさすがに40とか60トンって来られるとしんどいんで、なので分割して、可能な限り分割分割分割で重ねて、まあこう上がっていくけど分割が払い終わるような感じにして、まあこういう支払いの波じゃなくて、こういうちょっと滑らかやけどちょっと長いみたいな支払いの波にしておりますと。なので自分のその払い切れる能力がある範囲での、まあ、計算ができる範囲での、まあ、分割という、ただそこに1年の分割とかは重ねちゃうじゃないですか。1年のまだ残ってんのに、いや新しいカメラが半年後に出たからこれ買っとかなあかんねんみたいな形で載せていくと、その分割払い支払いで4万5万6万来たらきついでしょう。なのでそれを避けてほしいがために、もう2ヶ月我慢する買い物をで払い切れるようにしてほしいと思うし、してもらえる範囲に区切ってほしいかなっていうふうに思っております。なので一時的にはまあそのまあ負担にはなるんですけども、まあ2ヶ月ぐらいでね、買い切れる金額の方がいいかな。まあサクッとねもうペイできてしまえばいいんですけど、なのでまあ言っちゃうとそんなこと考えたくないと、まあ、それ考えてたらそもそもカメラなんて高くて買われへんやんっていう人も多くといると思う、いらっしゃいます、多くいるとね思うんですけど、そうなんですよ、カメラって高いんですよ。なので一括払いとか分割さすがに2回ぐらいで払うのが高いなって思うんであればやめた方がいいです。高いって思っちゃってるでしょ、それがほんまです、高いんです。感覚をまひらせるために分割1年とか2年ってのはありますけども、冷静に考えて、まあその場でお金が払われへん買い物なんて車家ぐらいにしときましょうよ生活必需品みたいなね、そういったもんにしときましょうと。カメラレンズ確かに生活必需品、お仕事で必要やったらすぐリターン得れるからいいんですけど、趣味として楽しむ分であればちょっとやめとこうというところが、まあほんまの本音です。分割で変えてしまうという感覚は人生の中で今後ですよ、車でも家でもそうですけど、分割で変えてしまうという感覚はあまり慣れない方がいいと私は思ってます。最後の砦ぐらいやと思ってます、分割っていうのはね。まあほんまの最後の砦は借金やと思うんやけど、分割もそれの一歩手前やと感覚がそっちに移っていっちゃうんでね。分割やったら払えてしまうっていうのに慣れてしまうと、分割に分割、カメラだけじゃないですよ、カメラの分割に家のローンの分割払いに、なんか車の分割とかもうで、携帯も言ったらサブスクみたいなもんじゃないですか、分割じゃないけどサブスクみたいな毎月かかっていくランニングコストはあるんで、もうそれだけで入ってった分出ていくでしょ。
なのでそれがほんまに辛いと思いますので、かなりですねこの、まあ、分割とかも私自身2回までね十分払い切れる範疇で収めるようにしております。ただ前まではこのやり方をしてるとカメラとかレンズが勝手に値下がってたんですよね。3万5万10万ぐらい。でも今はねカメラが全然出てこんので値下がりせんので、まあ先に買っちゃうって手もあるとは思うんですけど、それはどちらかというと経済的に余裕のある方が取る戦略なので、カメラとかレンズを買うっていうのはもう戦いなんですよね。戦略が必要なんですよね。計算とか予定とかいう言い方が正しいとは思うんですけど、私はカメラレンズは戦略やと思ってます。なのでどう自分がどのスパンでどれぐらいの予算感で払い切って楽しく使えるか、そこをしっかり考えてほしいかなと。で3つ目はじゃあ特徴的な特例的な話かっていうところで、まあ、ここ最近ね一つのトレンドとして人気のカメラっていうのは発売日にまあお金を出しても受け取れないっていうものが増えておりますし、買おうと思ってももう受注してないんですよっていうメーカーさんも最近出てきてますよね。円安の関係で日本で売っちゃうと全部ボッコーンって国外の方にボーンって買われて、円安でドン、まあ買うというか仕入れですよね、ボーンって日本市場でボーン仕入れて国外でバーンって売られてしまうみたいなことができてきてしまっているようなので、日本市場で売りにくいというか売ったら価格が崩れるっていうところがありますので、供給が日本で仕入れてきて国外に出すと供給の量増えちゃうんで、なので国外での売り上げの低下にもつながってしまう、まあ、円安がそういったところにも関わってきてはいるんですけど、なのでまあカメラを売りたくても売れへんっていう状況がメーカーさんによっては出てきているっていう話がね上がっているので、買える時に買いたいというのはあります。なので初期ロットで出してくれる分は出す、出してくれる分を買う、ゲットするっていうところを考えていくと、そのお金がないから買う買われへんって言ってるだけでもうその時点で負けなんですよ。戦略って先ほどお伝えしたんですけど、その時点でもう勝てない戦略に乗っちゃってるんですよね。勝たれへん戦い方をしているので、こういったパターンの時、まあ言っちゃうと ZF みたいな時は先に、分割払いでも、まあ、購入を申請するのはありやと思います。実際買うかどうかは別としてね、実際カードが切られるとか銀行振り込むとかまた別の話として、まあ買うってのもありだと思います。なので本来であれば分割払いっていうのはしない方がいいと思うし、したとしても決済能力が許せる範囲として2回とかで、手数料がつかへん範囲で納めてくださいねっていう、まあこの流れなんですけど、特例的にこういった需要が圧倒的に傾いている製品に関しては、まあ先手を打つ、ゲットしたいっていう強い思いがあるのであれば、リボというか分割払いしてでも買ってもいいかなってのはここ最近思うようになりました。じゃないとゲットできへんからね、やっぱりそのお金を持ってる人と戦っていかなあかんから、でお金だから戦略が必要なんですよね。でお金を持ってる人がじゃあオークション形式で ZF30 万、いや80万90万でも出すから用意してやってニコンさんに言う人も絶対いるんですよ。余裕でいると思います。世の中お金持ってる人はいっぱい持ってるからね。でもそういった人と30万の同じ土俵で戦わせてくれるっていうのはニコンさんの良心なんですよね。まあそれが多分やっちゃうといろんなものの価格がおかしくなっちゃうから、っていうかお金ない人が何一つ裕福なもんか、何一つ欲しいもんか、キャベツ1個オークションで580円とかやったらしんどいじゃないですか。今178円でねキャベツ売ってても普通にしんどいのに、それがお金持ちがキャベツ全部500円800円とかで買われていったら一玉ですよ。ちょっとしんどいじゃないですか。なのでまあそういった価格のね、まあ、安定っていうものは重要なので、同じ30万円で ZF をお金持ちの人と争えるっていうのを一つの、まあ、チャンスと捉えて、お金を予算を確保するっていう方法として分割払いって使うのはありだと思います。なのでこういったほんまに特例的な時だけ分割払いをおすすめしたいかなと。実はこの動画すごく熱量を入れておりますし、すごく考えて台本言葉選んで使っております。なので計画的に自分の収支を、まあその収入と支出を見てもらって買うのがいいと思います。私もそういった見方をしてるし、ちゃんとリターンが得れる、そのマイナスに転ばんような買い方をしているので、ジマさんなんか散財すごいやんと思われるかもしれんけど、確実にプラスに持っていく努力、長期スパンですけどね、今の段階ではもう大マイナスですよ、もう大赤字というか大マイナスなんですけども、長期目線で私はカメラ今で20年続けて、まあ、ここから40年50年続けていけるっていう自信があるんだよ。
まあ足動かんなっても取るやろね、車椅子乗って近くをね。でどうにかしてマネタイズしていくとは思うので、必死こいてね買ってしまってるから。なので、うん、そういった、まあ、長期的な目線を含めて、カメラをね購入するときに分割はもうほんまの最後の手段やと思ってください。特例的なパターンを除いては分割払いはしても2回までにしてくださいっていうのを、私はこの動画で、多くご質問いただいている方々に対してお届けします。でもね、絶対こういう動画見てないから、そういった質問してくる人たちっていうのはね、もうぶっちゃけちゃいますけど、多分見てないんですよ。だって見るんであれば聞いてこないですもんなのでもう単純にそういったこと考えたくなくて、ただ最後の勇気が欲しいから、ジマさんに言われたから好転って言いたいがための背中を押してアピールがすごく強いんで、私はこういった動画をしっかり見てもうて背中は押しません。自分で決めっていうのをしっかりお伝えしておこうと思います。だって、まあ、500円とか1000円やったらそら勧めますよ。あのコーヒー500円するけど美味しいからちょっと飲んでみる。めっちゃ他の350円とかのコーヒーとかちゃうんよ。やっぱ150円分のね差はあるよっていうし、1000円のお菓子、いや高い思うで。そら柿ピーやったら4袋5袋ぐらい買い、5袋無理やな、今高なってるのは27ハーとかなってるもんな。だから3袋4袋ぐらい買えるけど、1000円のチョコレートやけど1回買うてみ、もうなんか、あ、お金持ちってこういうの食ってるんやって感覚わかるから、で1個だけあんたが食べ、であと全部家族にやりっていうような話は500円とか1000円やったらします。だってそんなにいたないはずやから。500円とか1000円やったらお昼と晩抜きって言ったら終わる話じゃないですか。ただここがやっぱカメラの怖いとこで、10万20万30万40万って言うと、いやご飯何日か抜いたらええやんって言ったら餓死しますよね、ほんまに。40万円分の昼飯ら抜いたらもうなんか逆に健康になるかもしれんけど、ちょっと危ないじゃないですか。なのでそういった高額な買い物を、製品を情報として扱っている以上、製品の魅力を伝えていく以上、私はカメラとかレンズに関しては自己判断でっていうのはしっかりお伝えしておこうと思います。何の話やっていうところで30分ぐらい話してしまいましたね。皆さんはカメラとかレンズを購入するときは分割します？私は最近ね、楽天のカードがあんまポイントとかねいまいちになったって噂聞いてるんですけど、まあ2回払いとかにしてちゃんとポイントでね 1% とかかもらって、しっかりその 1% とかで歯ブラシとか歯磨き粉とかのね生活必需品をポイントで買うとかね、いろいろ細かいポイ活みたいなこともね続けてはいますけども、皆さんのその賢い買い方みたいなのをね、なんか優待みたいなのあったりするんかな、ニコンさんの、なんかわからへんけど、なんかそういったところをねぜひ情報共有いただけたらと思います。このチャンネルでは撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。